吉田さん、この曲去年の夏お書きになったって伺ったんですが、できた時のきっかけとか、それから八代さんの内的な動機みたいなものをちょっと伺いたいのですがね。これはね、去年ですね、1960年の、夏に書きましてね、11月に、倉敷で初演されたわけです。その後少し直したわけなんですね。それで、今年の秋の東京現代音楽祭の3日目で、東京初演があったわけですが、その前に改作なすったわけですね。そうです。ことにピアノの曲っていうのは僕の場合非常に書きにくかったですね。やっぱりピアノって楽器は僕が、割に子供の時から親しんでおりましたしね、だからなんかピアノ曲書いてるとね、なんていうのかな、オーケストラの曲だったりするとね、例えば自分の生活とか、自分の日常とかそういうとこから、いわば逃避したようなところで仕事ができるわけなんですよ。だから、なんていうか、割にその、なんていうのかな、強雑物が入らないで仕事ができるような気がするわけなんです、僕は。あまりにピアノっていう楽器が八代さんに身近でありすぎたために、そういうところでこう日常が口を出してしまうような恐れを感じた、なんかそういう気がしたんです、だからね、それだけに今度はピアノソナタ書くと変にイージーゴーイングな書き方をしやしないか、なるほど、いわゆるその自分の生のまんまの発想をね、つい出してしまいしないかとか ね、そのよく、洗練されてないね、楽装をね、そのままぶつけてしまいしないかということはもう常に非常に考えたわけです。なるほど、そこでですね、この曲を聴いてみると、その余計、今おっしゃった余計なものとかね、強雑物とか、そういったものをもうまるっきりその贅肉みたいなものを取ってしまって、そのもう八代さんがこれを言いたいんだといったものを、それだけはもうきちっと収めてそのおっしゃっているという感じがするんです、要するに音楽形式の中でソナタ形式っていうのは他の形式とどういうところが違うかって、これは第一主題と第二主題があるということだと思うんですよ。なるほど、そして、第一主題と第二主題ってものが対立する、これは僕はやっぱりソナタ形式の一番本質だと思うんです。なるほど、です。その一番本質的なところを特に、このピアノソナタでもって筋を通した、そのつもりです。それじゃ実際にね、この曲の構造についてこう伺いながら、その八代さんのソナタ形式に対するお考えっていうのを伺っていきたいんですけども、1楽章アジタートの第一主題とアダジオの第二主題とですね、この1楽章は、ソナタ形式なんですけれども、普通のソナタ形式と違うところもあるのですか、ね、そうですね、要するに第一主題と第一主題が提示されるとすぐ第二主題が提示されると、それで非常に、しかもその第一主題と第二主題が何ていうかな、速さも違えば発想も違うと、で、非常にはっきりした対立をさせているわけですね。そしてそれが変わりまんこに出てくるような印象を受けるのですが、そうです。それが結局、発展部へ行きましても、それから再現部へ行っても、あれですね、いつも変わりまんこに出てくるわけです。そしてそうしますと発展部なり再現部なりと呼ぶ部分、そういう呼んでもいいこともあるわけですか。そうです。それじゃあその1楽章の2つの主題が相次いで出てくるところを聞いてみたいと思います。二楽章は非常に早いトッカータだと思うのですが、形式は、これは非常に簡単です。二
民学史をただの何ですかスケルツォとかだけで、まあ、ABA という三部分形式ですね、三楽章、そうです、三楽章はこれがあの主題と変奏ですね、でこれの主題がこの、第一楽章の第二主題を復演したものがなわけですね、うん、それを先にちょっともう一度聞かせていただきましょうか。この4つの音が、まあ、このフィナーレの一番重要な主題になるわけですね。そしてこれが、だんだん変奏されていく。あのこの曲を聴いて八代さんが変わったっていう人がいるんですけどもね、今度の場合はその余計なものを全部切っちゃって、言いたいものだけをきちっとしたもの形式の中でもって、しかもそれだけはどうしても言わなきゃいけないと提出するようなやり方があるんで、八代さんの音楽の本質っていうのは少しもやっぱり変わってないだろうと思うのです。まあ僕もそう思います。いつも八代さんの音楽を聴いてすごくその豊かな音、もう本当に純粋に音楽的な意味から言って豊かな音なんですよ。痩せた音が一つもないということですね。それとなんかこうムーブメントのモザイクみたいなのが後ろからこうそれを支えている感じっていうのは、特にこのソナタなんか端的に表した傑作だと思うんですが、
。